ビーです。ギターボーカルの富塚大地です。坂本潤です。ついに始動しました、はい、新プロジェクトトイビーということで、富塚大地と、はい、坂本潤で、はい、2人でこれから音楽だけじゃないいろんなことをやっていこうと思っているんですけれども、はい、今日は初めてのオープンということで、はい、アーティスト写真も公開されました、はい、頑張りましたね。はい、はい、しか言ってません。これからですねトイビーという音楽プロジェクトを始めて、俺たちでも2人だけじゃできないから、いろんな人の力を借りて、もう俺がね、俺と潤が一緒に思いついて、これ楽しそうだなと思ったことを、もうその時思いついた時の感情のままやるっていうのがコンセプトなんで、もうワクワク、ずっと俺たち自身が一番ワクワクして、みんなにもそのワクワクを共有してもらえるような、はい、すっげえ面白いプロジェクトが始まってる気がするんで、はい、ちょっと皆さん楽しみにしていてほしいなと思います。思います。思いますだけ言いながら、でライブが決まったんです。はい、もう早速ライブしようと思っていて、9月の11日千葉県はサンドストリームさくらからトイビー始めようと思ってます。そしてそこからですね、やっぱりボーイズ・ザ・シンガールで、最後の方に会いに行けなかった人たちがたくさんいて、すごくそれがやっぱ心残りだったから、もうみんなに会いに行こうと思って、大阪、はい、名古屋、はい、東京と、もう全部決めました。トイビーどんどんライブやっていきます。これから本当に、まあね、ご時世もあるけれども、ちょっとみんなの近くで音鳴らして、一緒にこのワクワクを共有できるように頑張りますんで、応援よろしくお願いします。お願いします。そんな我々トイビーですが、なんとこの度公式ファンクラブを開設します。ファンクラブです。ついにファン0人です。まだファン0人乗りでファンクラブやります。でもこれはボーイズの時からずっとやろうと思ってたの、ファンクラブを。でずっといろんなこと考えてたんだけど、結局やれずじまいだったから、もう次俺たちトイビー始めたから、今もう最初からスタートファンクラブやります。その名前が、名前がいいんです。その名も秘密結社トイビー。どどん歌ってないでしょ。お前が要素秘密結社トイビーっていう、なんともワクワクする名前だと思うんですけども、はい、この秘密結社トイビーすごいですよ。あのね、これからいろんなプロジェクトをやっていくんですけど、例えば今回のこのアーティスト写真、実はこの衣装自分たちで作りました。わお、衣装も自分たちで作ったし、スタジオも全部自分たちで借りたし、もう全部ほとんど自分たちでやったんだよね。そんななんか今までの俺たちがやってきた面白いことをめちゃくちゃ濃縮したものなんか届けられそうな気がしていて、それをもう全部見せようと思ってる。例えばこのアーティスト写真だったら、このどうやってアーティスト写真撮ろうっつって、このアイデアにした理由とかもすごいいっぱいあるんだけど、それを全部ドキュメントに残してるんで、ファンクラブ入ってもらえたらそれを全部見れるし、今後新曲作ってるとか、ミュージックビデオだっても自分で撮ろうと思ってるから、そのためにカメラも買ったし、これ今見てるすごいいいなと思ってるけど、これもトイビーでミュージックビデオを自分たちで作るために買ったんだから、みんなと一緒に俺たちが何をこれからやって、どんな風にプロジェクトを進めていくのかっていうのを、もう毎週更新してるから、動画でだし生配信やったりするし、今のところ思いついてるめちゃめちゃ面白いのが24時間トイビーカメラっていうのがあって、それは俺と潤が今そのあるお家の部屋をね借りてて、そこでずっと毎日毎日トイビーやってるんだけど、そこに24時間カメラ、防犯カメラみたいに仕掛けて、ずっと俺たちが何やってるか監視できるっていうのをやろうと思ってるんで、そんなのやってる人いないから、プライバシーゼロだから、全然こいつ裸だって気にしてる。裸っていうかおならとか全然しちゃうから言葉は入れられないかもしれないけど、でもそういう面白いことはめちゃめちゃ企画してます。秘密結社トイビーホームページがね、あのトイビーできてますんで、はい、そっち見てもらえたらもっともっとワクワクしてもらえるんで、チェックしてもらえたらなと思います。はい、そんな感じでトイビー今後頑張りますんで、応援よろしくお願いします。お願いします。バイバイ、トイビーでした。